キャブオーバー、キャブオーバー、またはキャブオーバー型とは自動車の構造上の分類の一つ。エンジンの上にキャブ、運転席があるものを意味し、主にトラックなど中、大型車で使われている。以降の記述も特筆しない限りトラックを前提とする。英語ではキャブオーバーザエンジンと呼ばれ、運転席、キャビン、キャビンがエンジンの上にある、オーバー。 オーバー形式の車両の総称で COE と略されることも多い。商標としてはジープ、ランドローバー、コマーなどのフォワードコントロール、略称 FC イコールエンジンやトランスミッションを前方から操作するという表現もある。単位義語としてボンネット型あるいはボンネットトラックという用語があり、運転台の前方に細長く伸びたボンネットの中にエンジンが収められている。 英語では、コンベンショナル、フォワード、マウンテッドエンジン、ロングノーズ等と呼ばれる。キャブオーバーは、トラックの構造としては、世界中のほとんどの国で主流の形式である。日本やヨーロッパなど世界各地のメーカーは、小型から大型までキャブオーバー型のトラックを生産している。ボンネットトラックはごく一部の特殊な車両に限られており、すべてのモデルがキャブオーバー型という会社は多い。 これと全く逆の傾向があるのがアメリカとカナダ。これらの国ではボンネット型が主流であり、北米のメーカーは小型トラックから大型トラックに至るまで、ほぼ全てのクラスでボンネット型を用意している。キャブオーバー車もあるが、用意されるのは中型以下のトラックやバス、消防車やゴミ収集車といった特装車など、ごく一部に限られる。キャブオーバーの長所と短所は、 ボンネット型のそれと全く正反対であると言える。キャブオーバーの長所として挙げられるのは、長さ方向に対するパッケージングが優れていること。運転席とエンジンが2階建て構造になっているため、長さ方向に対しこれらが要する空間を圧縮できるのが理由である。トラックが効率よく荷物を運ぶためには、貨物室を大きくしなければならず、逆にそれ以外の部分が大きく。 用石を取ることは、このましない。また大抵の国では、車体の大きさに制限がかけられており、前兆もその一つで、設計においては、この規制値を超えないようにしなければならない。つまり限られた前兆の中で、最大限に貨物質を大きくしなければならないため、エンジンと運転席が占有する空間を圧縮できる、キャブオーバーのメリットは、非常に大きい。これが、 日本やヨーロッパなど多くの国でキャブオーバーが主流となった、つまりボンネット型が捨てれた主因と言えるだろう。一方で、キャブオーバー車のボンネット車に対する短所として、以下の4つの不利が挙げられる。衝突安全性は、運転席の前方にクラッシャブルゾーンがほとんどないことが原因で、ワンボックス車など小型の商用車、乗用車も同じような不利を抱えている。 空気抵抗で不利なのは、ボンネットがないことで空気の流れを滑らかにしづらい、傾向があることから、快適性の不利は、自動車の騒音及び振動の主たる、発生源であるエンジンの真上に乗員が乗るとによる、もの。そして運転席がエンジンの真上にあることから、キャブオーバーではキャブそのものを、ボンネットのように持ち上げたり、あるいは、運転席を跳ね上げて整備口を開かならければ、ならい。 これはボンネットを開けるだけでエンジンを広く見渡せるのと比べれば整備面で不利である。北米で今でもボンネット車が主流なのは国土が広大で全長規制が比較的緩く、それによりボンネット型の長所を活かしやすく短所が問題になりがたいため。キャブオーバーの短所は一般論であり、すべてのキャブオーバー車がボンネット車に上記4点で必ず劣るとは限らない。 各メーカーは、車体細部の形状、エンジン、トランスミッション、キャブ構造などを改善し続けており、安全性、燃費、快適性、整備性を向上させている。現代においてはほとんど唯一の、ボンネット型が主流、キャブオーバーが非主流の地域である。その理由は先日の通り、ボンネット型のデメリットを無視できる国土と、道路インフラがあること。 フレートライナー、ピータービルト、マック、パッカーなど、北米メーカーの主力車種は全てボンネット型であり、特に長距離輸送に用いる、セミ、発音は、セムアイと呼ばれるミトラクタは、全てがボンネット型である。かつては、キャブオーバー型の長距離トラクタもあったのだが、現在では、どのメーカーも、北米では販売していない。 現在アメリカで売られているキャブオーバーの多くが近距離配送用のトラックか特装車のベース車両である。別の言い方をするとボンネット車でなければ北米での販売は極限られたものになということ。実際、世界トップクラスの販売を誇るメルセデスベンツのトラックも北米では販売されておらず、ダイムラーはフレートライナーやウェスタンスタートラックス、 お参加に納めことで対応している。ボルボは北米向けにボルボブランドのボンネット車を販売しているが、これは欧州メーカーとしては数少ない事例である。日野自動車はアメリカの車両区分で小型のクラス1から3、中型のクラス4から5でキャブオーバーを販売しているが、中型のクラス6と大型のクラス7から8ではボンネット型を販売している。 現代においては、中型、大型トラックは、ほぼ全てが、キャブオーバー車である。メルセデス・ベンツのゼトロスといった一部の特殊なトラックが、ボンネット型を採用しているものの、軍用や特装車分野においても大型のメーカーは、キャブオーバー車を製造している。一方で、バンとコンポーネンツを共有する普通、小型トラックにおいては、メルセデス・ベンツスプリンターや、ルノーマスターといった、 ボンネットトラックも多い。欧州で販売されているキャブオーバーの普通、小型トラックとしては、イスズエルフ、N シリーズ、リワードや三菱不装、キャンターなどがそれにあたる。スカニアは、かつて T シリーズと呼ばれるボンネット型大型トラックをヨーロッパでも販売していた。これは、近年のヨーロッパでは数少ないボンネット型であったが2005年に生産を終了し、 現在の同社販売車種は全てキャブオーバーになっている。キャブオーバー車とボンネット車、両方のタイプのトラックが使用されている。低い人口密度という点は、北米と似ているもののボンネット車に偏っているわけではなく、キャブオーバー車も多用されている。アメリカでは、ボンネット車を販売しているボルボだが、オセアニアでは、キャブオーバー車のみを販売。またフレートライナーは、 アーホシーというキャブオーバー車を販売しているが、これは北米では販売終了になったモデルである。BR 一方、ヨーロッパのメーカーがオーストラリア向けにボンネット車の販売を行う事例もある。イタリアのイベコはパワースターというボンネット車を販売しており、これとキャブオーバー車のストレイリスを併売することで、顧客の需要に柔軟に対応している。 ロシアやウクライナなどの旧ソビエト連邦領の各国は国土が大変広く人口密度が低いという点が北米と類似しておりまた第二次世界大戦前の自動車産業の黎明期にアメリカ自動車メーカー化の技術導入があり対戦中はレンドリー数によりアメリカ製トラックの導入が盛んでその車両設計が 後の自国生産車両の参考にされて、アメリカの影響を色濃く受けた歴史があり、伝統的にボンネット車が大多数であった。1970年代からは、キャブオーバー車のみを生産するカマーズなどのメーカーも出現し、現在では、ウラル自動車工場や、アベタクロスなどのメーカーで、ボンネットとキャブオーバー車が併売される、あるいは同一車シ,シー、性能機能のトラックにおいて、 ボンネット型キャビンを搭載するかキャブオーバー型キャビンを搭載するか選択可能であったりする。一方で、キャスの矢のように中型トラックでもボンネット車のみが販売されている例もある。日本ではワンボックスカーと呼ばれる自動車のほとんどがキャブオーバーレイアウトを採用している。バスにキャブオーバーレイアウトを採用した場合、同一全長のボンネットバスに比較して、 客室面積を大きく取れることから、日本では1950年代頃から採用例が増え、ボンネット型バスと並行して使用された。その後、日本のバスはよりスペース利用効率に優れ、ワンマン運転に対応した前扉配置を取りやすい、リアエンジンレイアウトが主流となり、キャブオーバーレイアウトのバスは小型車を除き特殊用途車などに残るのみとなっている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。